静岡市立静岡病院は静岡市青区にある医療機関。静岡市が設置する地方独立行政法人静岡市立静岡病院が運営する病院である。静岡県において歴史のある医療機関でもある。循環器内科と心臓血管外科を一体化させたハートセンターを設置しており、循環器疾患に力を入れている。市外からの患者も多く、 同センターの外来待ち時間は常に長時間化しており、数時間待ちということは珍しくない。循環器疾患専用の集中治療室、心臓カテーテル検査室、心臓リハビリテーション室を備え、循環器疾患患者用の病床は94床と、全病床の約2割を占めている。また、循環器化専門医が同乗し救急蘇生に必要な、 用具や薬剤を装備した大型のモービル級を配備している。2001年より、静岡市医師会と共同で E2 ネットと呼ばれる、独自の地域医療連携システムを構築している。このシステムは、患者一人に対し、同病院の医師と診療者などのかかりつけ医と、2人の主治医で診療していくという意味であり、お互いの医師がそれぞれ役割分担し患者の診療に当たるという仕組みである。 疾患や診療科別に病院と診療所の役割を明確化することにより様々な効果が期待されている。ありがとうございます。